あれ。こちら側の方が月がよく見えるからね。風の流れも肌で感じられる。あははまたカッコつけちゃってさ。よっと。カッコつけてるわけじゃないか。必要なんだよね、それも。月明かり、雲の位置、風の流れが結構重要になってくるから、失敗の可能性はなるべく下げておきたいんだ。なるべくってあんたね、できる限りって言いなよ。失敗したら死んじゃうんだよ。大丈夫、失敗の可能性は軽微だ。この程度のミッション昔は毎日こなしていたからね。むしろ危険なのはミッションが成功してからだ。ねえヨシオ、本当にあんたがそこまでやる必要あるわけ？あんたも僕たちと同じエレボニア生まれなんだよね。そりゃお互い事情があって故郷に帰れないかもしれないけど、からといってこの国に義理立てする必要ないじゃない。結社が何をしようが放っておけばいいんだよ。ねえ、今ならまだ間に合うよ。このまま僕たちと一緒にリベールを離れてさ、どこかの自治州あたりでパーッと一旗あげてみない？空賊家業が気に食わなければ他の仕事を探してもいいんだし。兄貴たちとも話したんだけど、この船のスピードを生かした運送業なんていいと思うんだよね。飛行船を使った運送業か。今後も需要は増えそうだし、なかなか有望なビジネスかもね。少なくとも空賊よりは確実に稼げると思うよ。それじゃあ。そうだね。結社の計画を潰して僕が生き残ることができたら考えさせてもらおうかな。ああ、心配しなくても、僕たちの契約はこれで終わりだ。この作戦に協力してくれたら貸しは帳消しという約束だからね。いつでも出発してくれて構わない。
ごめん、ジョゼット。まったく、鈍い振りも楽じゃないね。キールさん。あいつもいい加減、ガキっぽさが抜けないんだが。それでも、今のはやっぱりお前の言い方が悪いと思うぜ。そうだね。謝るつもりはないけど、すまないとは思っている。やれやれ、それがお前なりの気遣いだとは分かっちゃいるんだけどな。ま、さっきの話は真剣に考えておいてくれや。全てのケリをつけた後、あの遊撃士のジョーちゃんの元に帰るつもりがないんだったらな。それはないよ。所詮僕と彼女は生きている世界が違いすぎる。もう交わることはないはずだ。まあいいけどな。だったらなおさら悪い話じゃないだろう。そうだね。前向きに考えておくよ。おいでなすったか。兄貴、来たのか。おお、小僧の読み通りだ。北東の方からぐんぐん近づいてるぜ。聞いての通りだ。すぐにブリッジに来な。わかった。状況は？へ、おめえの読み通りだ。キナ、こっちのディスプレイだ。高度1560アージュ、時速2100セルジュの速度で北北東からリベール領に潜入。高度速度ともに普通の船じゃないのは確実だぜ。おめえがつけた特殊レーダーがちゃんと効いてるみてえだな。いや、まだわからない。帝国あたりの偵察艇かもしれないからね。キールさん、目視は？捉えた。映像をそっちに回すぞ。間違いない、今回のターゲットだ。これで舞台は整ったか。ゾクゾクしてくるね。よし、追っ始めるか。小僧、心の準備はできてるだろうな。問題ない。僕が位置に着いたらすぐにでも始めてくれ。あ、ドルンさん、キールさん、それからジョゼット、今までありがとう。契約上の関係だったとはいえ、本当に感謝している。本当なら
作戦が終わった後に言うべきかもしれないけど、機会がないかもしれないから今のうちに言っておくよ。それじゃあ元気で。あいつ、たく、最後の最後でそうきたかよ。しないって。必ず生きて戻ってくるって。相手が相手だけに安請け合いはできないよ。でもこれだけは約束する。たとえ僕の目的が果たせなかったとしても、生きて帰っていつの日か君たちに改めてお礼を言おう。それでいいかな。うん、忘れるなよ。絶対に約束だからね。高度1559アージ、北北東よりリベール領内に潜入。このままバレリア湖上空まで進路を固定しろ。了解。リベールの警備艇には気づかれなかったようだな。ステルス機能か。便利な装置を積んでいるものだ。まあそんな機能でもないと大騒ぎになるだろうからな。この船はともかく、あの化け物が侵入した日には。違いない。な、敵襲か。うろたえるな。レーダーはどうした。レーダーに反応。四時方向から小型艇が接近。データベース照合出た。帝国ラインフォルト社製カプア空賊団所属山猫号。空賊だと。よし。
おお、やりやがったか。よし、俺たちもずらかるぞ。空賊艇離脱したぞ。どうする、追撃するか。いや、放っておけ。王国軍の警備艇ならともかく、小物に構っている場合じゃない。そうだな、今はグロリアスの航路確保の方が優先だ。一旦帰投する。空賊どもに関してはカンパネルラ様に報告しよう。あっちも引きやがったか。何から何まで小僧の読み通りだったな。うん。ジョゼット、心配するな。あいつのことだ。きっと無事に戻ってくるさ。うん。そうだよね。約束したんだもん。ちゃんと帰ってくるって。そっか、そんなことがあったんだ。検定レーベル、とんでもなく大胆な男ね。そんなわけでみすみす敵を見逃しちまってな。すまん、弁解の余地もね。いや、その場合は見逃すのが正解じゃろう。墓地で騒ぎを起こすわけにもいかんからな。それにしてもそのハーメルという名は妙に気になるの。その名前、前に女王宮でロランス少尉と戦った時にも出てきた気がするのよね。クローゼ、何か知らない？いえ、残念ながら。多分おばあ様は何かご存知だと思うのですが、国家間の問題というからには教えてくださらないかもしれません。そっか。オリビエはどう？エレボニアの村なんでしょ？うん。ハーメルか。それはまた奇妙な名前が出てきたものだね。奇妙？ハーメルというのは帝国最南端にあった村だが、現在その名前は帝国の地図には載っていないんだ。え？載っていないってどうしてなんですか？何年か前に山崩れがあって、かなりの死者を出したそうでね。今では廃村となっているらしい。廃
さん。そうだったのか。でもかなりの死者が出たって。軍が災害救助に出動したから詳しい話は知らないんだが、一説では全滅に近かったと言われているそうだよ。全滅。確かにひどい山崩れだと村が丸ごと飲み込まれることもあるらしい。山津波というんだそうだ。なるほど、言い得て妙ね。でもそれがどうしてリベールの女王様と将軍に関係してくるのかしら。さて、今のところ全く見当もつかないね。わしの方から帝国のギルドに問い合わせてそのあたりの事情を聞いておくか。まあハーメルについてはそのくらいにしておくとして、まずはお前さんたちに今回の報酬を渡すとしや。今回の竜騒ぎは本当にご苦労じゃったな。まさに遊撃士協会の面目役所といった感じゃぞ。そっかな。だが実験そのものは阻止できなかったからな。あんまり威張れやしねえさ。それにこれで王都を含めた5つの地方全てで実験が行われたことになるわ。次に結社がどう動くかすぐに見極めないといけないわね。それなんじゃが、お前さんたちここらで。骨休みってどういうことかしら。そのままの言葉じゃよ。ルーアン地方から始まって立て続けに5つの事件じゃ。ここらで休んでおかんと身も心も疲れ果ててしまうぞ。でもまた連中が何か起こしたら私たちが動く必要があるわ。休んでいる余裕はないと思うんだけど。今回の竜の一件で王国軍の警戒も厳しくなった。その分こちらに余裕ができたと考えてもよかろう。それにどうやらクルツたちが目星をつけたらしいのじゃ。目星ってのは見喰らう蛇の拠点か。数日中に確かな情報が入りそうじゃ。もし連中のアジトが判明すれば一気に忙しくなるに違いない。じゃから休めるうちに休んでおいてほしいんじゃよ。そっか。そういうことならお言葉に甘えさせてもらうべきだろう。コンディションの調整も遊撃士の仕事と言えるからな。確かに。ここいらで軽く一休みも悪くねえか。いい感じに話がまとまってきたじゃないか。しかしご老人、骨休みを進めるということは何か心当たりがあるのかな。鋭いな。実はネーベル市長からいいものをもらっておるんじゃよ。竜事件の報酬とは別にな。市長さんからいいもの？
ズバリ南の湖畔にあるカワセミ邸の特別チケットじゃ。お前さんたち全員が3日ほどタダで泊まれるぞ。さすが名高きボス市長だ。先輩らしい心遣いですね。湖畔にある眺めのいい宿屋さんでね、お酒も料理も美味しいし、船遊びとかもできちゃうわよ。そいつはなかなか良さそうだ。確かにあそこならいい気分転換にはなるかもな。どうせだったら思いっきり羽を伸ばしちゃいましょう。一足先にカワセミ邸に行ってるからね。うん、分かったわ。チェックインの方はよろしくね。ルグラン爺さんが連絡したから部屋が取れないことはねえだろう。任せてくれたまえ。掲示板を一応は確認した方がいいよね。ボス各地で竜の騒ぎが収まっているかも気になるし。あ、じいさんがせっかくあんな風に言ってるんだ。ほどほどにして湖畔に向かうぞ。それは確かに。うん、とにかく用事を済ませたらバレリア湖に向かいましょう。ちょっといい？はい、何でしょう。
なたがコルナさん？私たち遊撃士協会の者なんだけど。まあ来てくださったのね。お待ちしておりました。私が依頼を出したコルナです。あ、はじめまして、遊撃士のエステル・ブライトよ。突然お呼び立てして申し訳ありません。ですが私一人の力ではもうどうしようもないのです。とりあえずお話だけでも聞いてはいただけませんでしょうか？うん、大丈夫よ。こんな大勢で立ち話もなんだな。まずはどっかに座らせてもらおうぜ。あっと、そうね。じゃあ適当な場所に落ち着くことにしますか。掲示板を見たが人を探しているそうだな。何でも10年前に行方不明になったとか。はい、実はメイを探しているのです。名はレイニと申しまして、無事でいてくれれば今頃は20歳のはずです。無事でいてくれれば。なるほどな。10年前の意味がようやくわかったぜ。100日戦役ですね。あ、はい、お察しの通りです。当時姉の一家がこの町に滞在しておりましてね、不運にもあの突然の戦火に巻き込まれてしまったのです。間もなく知人のつてで姉夫婦の死を知りましたが、10歳になるレーニの行方は最後まで分かりませんでした。あれから10年、私たちもすっかり諦めてしまっていたのですが、ところが最近になって新たな知らせがあったのです。レーニを現地の方に預けたと、そうおっしゃる方が現れたの。それじゃあレーニさんは生きてるの？それはわかりません。何しろ預けた方のお名前もわかっていないぐらいですから。ああ、そうなんだ。でも私は信じていますの。きっとあの子は生きています。そう信じているからこそ皆さんにお願いするのですわ。事情は分かったぜ。確かに調べてみる価値はあるな。でもちょっと手がかりが少ないわね。今のところ分かってるのはその人の名前と年齢だけよ。あの、それなら写真をお持ちくださいませ。写真ってレイニさんの？ええ、こんなものですが。かわいい女の子。ああ、まったくだな。10歳ぐらいってところか。ちょうど10歳ですわ。誕生日の時に撮ったそうですから。切れなくて、こんな子があの戦争で辛い目にあったかと思うとね。まあ言葉もねえな。なんとかして家族に会わせてやろうぜ。うん。じゃあこの写真ちょっと貸してもらうぜ。はい、お持ちください。さてと、これで一通り話を聞いたわけだけど、どうやって捜査を始めようかしらね。
そうだな、あの写真を使わせてもらうとしようぜ。え、写真を？ああ、とにかくそいつを町の者に見せて歩くのさ。その娘の顔を見れば何か思い出すやつもいるはずだ。そっか、昔といってもまだ10年前のことだもんね。それじゃあまずはその方法で捜査を始めてみるとしますか。どうぞよろしくお願いします。何かありましたらまたこちらにいらしてくださいね。うん、わかったわ。
その写真の少女の瞳、何か引っかかるものがございます。当店のお客様の中にこんな瞳の方がいらしたでしょうか。行方調査の最中か、このケース手がかりは髪の色だ。表情は成長とともに大きく変わってしまうからな。先入観を捨てることだ。この写真に写っている方をお探しなのですか。さて、終わりましたね。お客様のお顔ならともかく、10年も前のお姿となりますと、申し訳ありませんが、ご勘弁願えませんでしょうか。写真見覚えがあるの？はっきりしたことは思い出せないのですが、旦那様の書斎でこの少女の写真を見た記憶がございます。一体どなたの写真なのでしょうか。その時私も不思議に思ったものです。甘えちゃおうと思ってたところ。ええ、ぜひそうなさって。しばらくの間ですが、ゆっくりなさってきてください。まあ、そうさせてもらうぜ。うん、この機会にしっかり休むのも仕事のうちと申しますわ。それでは皆さん、どうぞ良い休日を。になってそんな話が。何か心当たりがあるの？
ええ、ちょっと。あの、この写真リラにお見せになりまして。リラさんに？ううん、まだだけど。でしたらまずはそうなさるといいわ。多分手がかりが得られると思いますわよ。この写真は、うん、実はね、心当たりがあるの？いえ、何でもありません。本当に？すごく驚いてたように見えたんですけど。知人に大変よく似ておりましたので、それでちょっと戸惑ってしまっただけです。そっか。おかしいわね。リラさんに聞けばわかるってメーベル市長は言ってたのに。おや、そうでしたか。ともかく私はこれで失礼いたします。何しろまだ仕事がございますので。それで皆さん、この写真もうリラにはお見せになって。あ、うん、見てもらってきたわ。それで何か言っていませんでしたか？なんだかすごく驚いてたみたいだけど、でも結局それだけで何も言ってくれなかったのよ。これってやっぱり何か隠しているのかしら。そうでしたか。やはり私が話さないとダメなようね。ちょっと話が見えてこないんだけど、一体どういうこと？あの写真の少女、あれはリラですわ。本当ですか？あの、それって間違いないの？ええ、確かだと思います。リラが当家に来たのは今から10年前のとある日。ボースが百日戦役の戦火に包まれた、まさにその日でした。そうだったんだ。市民の避難先から戻った父が一人の少女を連れてきましたの。見ず知らずの方に託されたと、そう父は申しておりましたが、その女の子が
リラなのです。依頼者の証言と一致する部分が多いな。信頼できる話だと思うぜ。でも名前が違うじゃない。コルナさんの名護さんはメーニって名前のはずでしょ。レーニ、それがリラの元の名ですの。うん、依頼者はそう言ってたわ。ひょっとしてメーベル市長もリラさんの本名を知らないの。ええ、残念ながら。本人は名乗らなかったのか。名前も言えないほど幼かったとも思えんが。ええ、名乗ってくれればよかったのでしょうが。当家に来た頃のリラは口を聞いてくれませんでしたの。何と申したらよいのか。そう、まるで言葉を忘れたような状態だったのです。どういうこと？ショックによる一時的な失語症かもしれねえな。過酷な体験によって起こることもあるらしいが、まったくひでえ話だ。よほど辛い目にあったんだな。ええ、きっと心に深い傷を負っていたのでしょうね。みんなで努力しましたが、あれは心を閉ざしたままで。ですから私たちにもリラの本名はわからないのです。じゃあ今のリラさんって名前は。父が名付けたものですわ。名前がないのでは何かと不便ですからね。なるほどな、話は分かった。そういうことならあとは本人に聞くしかねえな。ええ、そうなりますわね。ともかくあの子を呼んでみることにいたしましょう。お連れいたしました。ありがとう、サラ。もう下がっていいわよ。はい、失礼いたします。こちらにいらっしゃい。何かご用でしょうか。あの写真、私も見せてもらいました。久しぶりに懐かしい顔に出会えたわ。リラ、あれはあなたね。黙っている理由は私にも察しがついたよ。あなた、父のことを気にしているのでしょう。あなたが暴風に深い恩義を感じているのは知っています。でもね、リラ、それをあなたの人生の重荷にはしてほしくないの。重荷ですか。ええ、現に今のあなたは口を閉ざしているじゃない。父に対する負い目がそうさせているのではなくて。そんなことは。父はよく言っていたわ。過去にとらわれている限り決して新しい道は開けないと。リラ、あなたはもう十分に当家のために働いてくれたわ。もうこれ以上過去に引きずられる必要はないのよ。コルナさんにお会いなさい。会って自分の人生を取り戻してちょうだい。お嬢様、おっしゃることはよくわかります。しかし
残念ですが、皆様がお探しの霊にはもうここにはおりません。どういうこと？霊にはあの戦争で父母と共に命を失いました。この大地のどこかで今も安らかに眠っている。私はそう信じて今日まで生きてきました。そうとでも思わないと寂しくてたまらなくて。リラ、リラさん、そんな、そうだったの？あなたがそんな気持ちを今まで抱えていただなんて。でもリラさん、もうそんな嘘は必要ないんじゃない？メイベル市長やサラさん、羊のメントスさんに、マーケットの人たち、みんなリラさんのこと身内みたいに思ってくれてる。今のリラさんはちっとも孤独なんかじゃないわ。エステルさん、うん、そうですよ。私もその通りだと思います。ああ、こいつの言う通りだぜ。リラ、皆さんの声が聞こえた。私にとっても、いいえ、父が亡くなった後はあなたが唯一の家族だったわ。なのに孤独だったなんて。そんな悲しいことはどうか言わないでちょうだい。お嬢様。それにね、リラ、辛い出来事を忘れるために自分に嘘をつくだなんて。それこそ父の嫌っていた過去に囚われた姿そのものよ。せっかくの父の教え、無駄にはしないでちょうだい。リラ、コルナさんにお会いなさい。それともあなたは恩人の教えを無視するような恩知らずな人間なのかしら。わかりました、降参です。はあ、まったくお嬢様も人が悪い。そんな風に言われたら誰も嫌とは言えませんよ。そう仕向けるのが交渉事の基本ですわ。どうやら話もまとまったようだな。はあ、よかったわ、丸く収まってくれて。ええ、なんとか。さて、では早速お会いしに参りましょう。会いに行くってメイベル市長が？別に構わねえぞ。親父さんの名代ってことで同席を許可できると思うぜ。恩に来ますわ。リラ、行きますわよ。はい、それではお供いたします。もう何を言ってるの。お供するのは私の方ですわ。ほら、先に立って歩きなさい。ですが。たまにはいいんじゃないかしら。だって主役はリラさんなんだし。そういうことですわ。さあ早く行きなさい。私は後からついていきますから。お嬢様。
そうだったの。まさかそんなことになっていたなんて。レーニ、今までごめんなさいね。もっと早くに見つけてあげたかった。いいえ、おばさま、謝ったりなさらないで。すべては時代のせい、誰にも罪はないのです。それにこの10年の間、私は本当に幸せでしたから。メイベルさん、あなたとお父上はまさしく私たちの恩人ですわ。いいえ、そんなことは。感謝しなければならないのはむしろ私たちの方ですわ。リラがいたおかげでどれほど励まされたか。うん、失礼、レーニさんでしたわね。いいえ、いつものようにお呼びになってくださいな。こちらではその名前で生きてきたのですからね。でもよかった、この子が幸せ。メイベルさん、これからもどうぞこの子をよろしくお願いします。ええ、それはもちろんですが、あの、リラを連れて帰るおつもりはございませんの？はい、はじめはもちろんそのつもりでおりましたが、今のこの子の姿を見たらそんな気はなくなりましたわ。このままここで暮らすこと、それが一番この子にとって幸せなことに違いありません。おばさまそんな顔をしないで。もちろんたまには私にも顔を見せてくださいね。そうしょっちゅうというわけにはいかないでしょうけれど。あら、どうしてですの？お話ししていませんでしたが、私たちの故郷は遠いところなんです。レマン自治州という土地を皆さんご存知ですかしら？え、レマン自治州？それってあの教会の訓練場がある場所よね。面白い偶然もあったもんだな。そっか、リラさんって実は外国の人だったんだ。言われてみれば確かに独特な雰囲気があるけど。飛行船があるとはいえ、まだまだ行き来は大変ですわ。いつの日にかあなたに訪ねてきてほしいけれども、それまでは手紙でのやり取りになってしまうわね。はい、ですがきっとお暇をいただいていつかお伺いしますから。ええ、その日が来るのを指折り数えて待ちますわ。さあ、レーニ、最後にもう一度顔をよく見せてちょうだい。本当に姉さんそっくりになって。母に？ええ、息移しだわ。若くして亡くなったあなたのお母さんに。ずっとあなたを見守っていてくれたのね。素晴らしい方と出会えたのもきっとそのご加護のおかげだわ。お母さんの分も幸せに生きてちょうだいね。はい、おばさま、お約束いたしますわ。ねえリラ。はい、お嬢様。先ほどの話だけど、いつにするつもり？里帰りの日取りですか？いえ、も
ちろんまだ決めていませんが。そう、もし決まったら早めに知らせてちょうだい。私もスケジュールを調整しなければならないから。お嬢様がですか？ええ、私も一緒に行こうかと思っているの。あなたの故郷がどんなところかぜひ見てみたいですからね。それにリラの子供の頃の話もいろいろとお聞きしようと思って。あなただってお父様から私の話を聞いているでしょ。こっちも弱みを握らないと取引としてフェアではないわ。なるほど、それが狙いですか。しかしお断りしておきますが、私の子供時代は至って貧困法制、おてんばだったお嬢様と違い、聞かれて困る話などありません。あら、それはどうかしら。あまり私の交渉術を甘く見ない方がよろしくてよ。お手並み拝見いたします。では帰省の日取りは追ってお伝えしますから。ええ、お願いしますわ。さてと、今日の予定はどうなっていたかしら。はい、お茶の時間まで市長邸にてご執務、その後マーケットの新規参入審査会がございます。まあ、審査会は今日でしたっけ。大変ですわ。早く書類に目を通さないと。リラ、急ぎますわよ。やれやれ、この調子では休暇など当分先の話になりそうですね。